フレモント軍はアメリカ合衆国間補修の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は13,242人であり、2000年の11,819人より12%増加した。軍庁所在地はセントアンソニー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。フレモント軍庁舎は、 アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。1893年3月4日に設立され、軍名は探検家であり、1856年アメリカ合衆国大統領選挙の共和党候補者にもなったジョン・シー・フレモントにちなんで名付けられた。軍全体がレックスバーグショート試験に属している。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は1895.59平方マイルであり、この内陸地は1866.76平方マイル、水域は28.84平方マイルで、水域率は1.52%である。軍南部はスネーク川盆地の北東端であり、大陸分水海の山脈が軍の北側軍境になっている。北はモンタナ州、東は、 ワイオミング州である。イエローストーン国立公園の部分が訓内に入っている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アイダホ州共生省がセントアンソニーでセントアンソニーワークキャンプを運営している。ありがとうございます。